皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが10月3日に配信した火曜日恒例の予言を数回に分けてご紹介します。今回はカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年10月3日の予言。麗しき友人の皆様、本日も素晴らしい日をお過ごしかと思います。2023年10月が来ました。今は信じられないくらい昔と比べて時間が経つのが早くなっています。この10月は今年で一番緊迫した月となり、全く新たな段階での真実の暴露があります。人々は様々な形で立ち上がり、アメリカでは政治やその指導者だけでなく、司法制度にも変化が起こります。二つの日食と月食があり、信じられないような変化と癒しが人類とこの地球に注がれます。それだけでなくとても長い間私たちを支配下に置いてきた闇側の存在が明らかになり、ついに闇側への反撃が始まるのです。まさに光と闇との戦いが核戦争と言ってもいいくらい激しさを増してきます。まず予言として言えるのはニューヨークの街が洪水に襲われ、大雨により街は水浸しになります。近いうちにこのような状況になると思われ、それは単なる洪水ではなく、攻撃と言える仕打ちかもしれません。前々からキノコ雲が立ち上る予言をしており、実際に起きた事例もありましたが、まだこれからも起こるでしょう。まるで核攻撃でもされたかのような状況がロシアをめぐって発生します。ですがそのような予感がオクラホマにするのはそこで何かが起こるということでしょうか。とても大きなキノコ雲が湧き上がるビジョンが見えており不気味な感じがします。カナダの友人とカナダ政府に何が起こるのでしょうか。この国は全体主義国家として歩み出しているのでしょうか。最近議会で可決された C-11 法案のような法律がアメリカでも通されてしまうのでしょうか。これはとても気違いじみたお話ですが、世界の指導者たちはグローバリストの計画を遂行するために1991年に書かれた本の内容に沿った行動を起こすのでしょうか。実はまさにその状況が今起きているのです。スピリットによれば目に関する何かしら医学の領域で新たな発見があるそうです。10月から2023年末までの間はとてもパワフルな周期であり、真実や判決までも出てくるでしょう。どうしてロシア軍がメキシコの独立記念日のパレードに参加しているのでしょうか？どうしてロシアと中国の連合軍がアメリカ国境付近にいるのでしょうか？とても怪しいお話で、このような状況が近い将来起こるかもしれません。これら盛りだくさんのスピリットからの予言や新たなニュースをこの85回目の定例予言でお届けします。私のチャンネルを訪れた皆様、そして戻ってきた方々、私はジョセフ・ティテル、スピリットマン JT と呼ばれています。皆様を限りない愛と祝福でお迎えします。真実の予言や信託、そして世界で起きている真相を知りたければぜひともこのチャンネルをご覧ください。毎週火曜日に世界で起きた新たな出来事や予言をお伝えしています。今回は10月に入って初めての定例予言ですが、先日配信した10月の予言をまだ見ていないのでしたらぜひともご覧ください。本日もその配信で触れられなかった予言をお届けします。10月生まれの天秤座の方々の誕生日を祝うとともに、10月後半のサソリ座生まれの方々もお祝いします。実は誕生日は1年で最もパワフルな日なのです。10月は今年で一番緊迫する月であり、2つの日食と月食が連鎖し、8の波動がこの星を覆います。また8は無限を表し、無限の可能性をも届けてくれるのです。衝撃的な出来事や変化が世界中で発生し、特にこのアメリカにおいて政府部門で完全なる変革が起こるでしょう。心に光を抱いてこの変化を見届けましょう。
アメリカで起きることは世界に影響を与え、心に美しい黄金の光を称えて良い結果に導きましょう。何かしら新たな選挙がアメリカで行われる予感があり、劇的な変化がすぐ目の前に迫っている感じがします。それが公正でかつポジティブな選挙であるよう心に光を灯しながら祈りましょう。何かしら全く新しい制度が始まるのが見え、10月にその試みを見られるかもしれません。世界での新たな貨幣制度が始まり、それが一つの基幹システムへとつながる感じがします。もしかしたらスターリンクのシステムかもしれません。私は全く信用していません。私がペルーで修行していた時に現地のシャーマンが地球を覆う闇の網について教えてくれました。それがまさにスターリンクのシステムだと直感したのです。実際スターリンクは先日大規模な故障を起こしており、家にあるシステムを使えませんでした。それなのに料金を1ヶ月110ドルから120ドルに値上げしたのです。前々から世界で新通貨が流通することについてお話ししていますが、それがどれだけ良いものであるかのように宣伝されても私たちは必死になって抵抗する必要があります。それは偽の通貨であり、皆様から全てを奪うものかもしれません。ドル紙幣は実際に手に取れますが、デジタル通貨は何の実体もないのです。完全なる偽の制度で、闇側が見せたいものを見せられているに過ぎません。アメリカ及び世界で大きなストライキがあるかもしれず、選挙に関する不正が最終的に暴露されるでしょう。それは別にアメリカに限った話ではなく、世界の多くの国で不正が実施されていたことが明らかになるのです。心に光を抱いて将来の選挙制度が正直なものであるよう導きましょう。アメリカではジョン・F・ケネディが排除された時から不正がはびこり、闇側の思うがままに動かされてきたのです。彼らはグローバリストとも言われていますが、誰がその頂点にいるのか誰にもわかりませんでした。ですがそれがこれから明らかにされるでしょう。スピリットによれば今までもそして来年の選挙においても本当の意味での選挙は行われないかもしれないそうです。大きな世界線の変化が9月23日の秋分の日頃にあり、これからも変化が起こりますが10月4日あたりが気になります。このことについては後ほどお話しします。アメリカでは日食と月食がテキサス上空で X の形で交差し、憲法が変わる気もします。それは何もアメリカに限ったお話ではないかもしれませんが、アメリカ上空で交差するということは、まずアメリカで大変革が起こるということでしょう。前々から国旗から星が落ちるビジョンについてお話ししていますが、それがまさにテキサスで起こるかもしれません。イーロン・マスクを含め多くの上流階級の人たちがテキサスに移住しており、多分テキサスとアリゾナがアメリカで一番安全な地域だと思われているのかもしれません。いかがでしょうか。前々からニューヨークが危ないと何度も警告を発してきたジョセフさんですが、洪水が起こったのはこの配信よりも前でした。録画だったのでしょうか。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。